アポロ公式ポッドキャスト、パワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りします。はい、英語んにちはポロです。今日はですね、あなたが与えているのは価値、それともまるというテーマでお話していきます。まあ、このポッドキャストですね、どうやったら聞いてもらえるのかというと、まあ、一言で言うとですね、まあ、価値のある情報を発信するということですね。 まあ、ポッドキャストを聞くような人っていうのは非常に学習意欲が高いので、何かですね、新しい情報を得たいとか、学びを深めたいとか、まあそういった意図があって、このポッドキャストを聞くわけですね。特に我々のような無名な存在ですね。一般人が発信しているような情報をわざわざ聞きに来るっていうのは、何かしらそう自分にプラスのあるものをですね、得たいと思ってるから聞きに来るわけです。なので、そういった人たちにですね、こう無駄な情報とかを与えてしまっても、えー、まあ聞いてもらうことはできないわけですね。 別に我々の個人的な話を聞きたいと思ってないわけですよ。だからそこをまず履き違えないようにしないと、自分の話をして聞いてもらえるのは、インフルエンサーとか芸能人とか、そういうもう本人に商品価値があるような人っていうのは、自分の話をしてもね、喜んでもらえるんですけど、まあ、大抵の場合我々っていうのはね、誰にも知られてないので、自分の個人的な話をしてもですね、まあ誰も興味ないということですね。で、 このポッドキャスト、聞いてもらえるポッドキャストっていうのは価値を与えるポッドキャストなんですけど、じゃあ逆に聞か,聞かれないポッドキャストですね。どういうものが聞いてもらえないのかっていうと、これはですね、ストレスとか苦痛を与えるようなポッドキャストっていうのは聞いてもらえないんですね。例えば前置きがすごい長いとか、さっさと本題に入るよみたいなね、ポッドキャストっていうのはその本題に入る前にもうイライラして離脱されてしまう。 特にこのポッドキャストっていうのはですね、基本的に全部話を聞かないと、どこで何の話をしているのかってわかんないわけですね。ブログとかだと、こうスクロールしてね、自分の読みたいところだけ読める。だから効率的にね、自分の欲しい情報だけを手に入れたりとか、YouTube に関しても、まあ再生をね、こう、こうなんだろうな、自分の見たいところだけ再生するみたいなことができますよね。どこで何の話をしているのかっていうのは、そのまあ、再生のあのバーをね、いじれば、何、何分何秒からね、再生みたいなことができるん だけどこのポッドキャストって基本的に最初から最後までね、話を聞かないと、何分何秒の時点でどういう話をしているのかってわかんないわけですよ。じゃ仮に自分の番組が30分あった時に、ね、その中で一番伝えたい部分が25分目からね、始まったとして、そこまでね、全然相手にとって有益な情報がなかったら当然25分まで聞いてもらえないわけですね。こんなもん聞いててもしょうがないって思われるんで。だからポッドキャストっていうのは非常にその辺が難しくてですね、いかにこうね、相手に離脱されないのかっていうのを考えないと。 上手に話すことができれば、ね、相手が最後まで聞いてくれる。リテンションレートっていうのは80%、90%、100%とかってはいけるんですけど、やっぱりその辺の伝え方があまり上手じゃない人っていうのは、最初のほんとね、10分、10%とか20%で離脱されてしまうみたいなことが起こるわけですね。だから、ストレスを与えちゃいけないんですよ。苦痛を与えてはいけない。 基本的にはビジネスでうまくいくためにはギバーになりましょうという,うに言われてるんですけどギバーになるためにはこうね情報発信をしましょうって言われてるじゃないですか相手にとって有益な情報を発信しましょうというふうに言われているわけですけどじゃあ何でもかんでも情報を発信すればギバーになるかっていうとそういうわけではなくて状況によってはテイカーになることもあるわけですねこのポッドキャストを聞くことによって相手は自分の時間を使ってるわけですこの,この時間っていうのはね別の言い方をすると寿命ですよその人の人生の寿命を削って で、我々の発信を聞いてくれてるわけですね。それが、無駄話がずっと続くとかになったらね、相手が命を削って聞いてくれてるのに、ね、何の有益な情報も得られなかったら、まあ、それは離れていきますよね。ポッドキャストは特にこれが顕著なんで、やっぱこう、情報感度が高い人がリスナーであるだけにですね、あ、この番組役に立たないなとかね、この番組なんか聞いててももう、ストレスが溜まるなとかって思ったらもう聞いてもらえない形になるんで、えー、いかにですね、この辺を、 まあ上手にね、伝えていくのかってことは大事です。で、ただ上手に喋るだけではあんまり意味がなくて、中身のない話とかね、例えばどこでも聞けるような話とかを、例えば10分なら10分でずっと喋ってても、なんだ知ってることだったよってなっちゃうわけですよ。だからそういう発信っていうのはなかなかね、聞いてもらえないんで、やっぱその自分なりのこうユニークさみたいなものを出していく、独自の見解とか主張とかね、そういったものを伝えていくとより聞いてもらいやすくなりますし、やっぱりこのポッドキャストをね、 聞く人どういう人たちが聞いてるのかっていうところをしっかりイメージしないと。よくあるのがですね、僕もこう海外のポッドキャスターとかのやつを聞いてるんですけど、あの長いエピソードであればあるほど、その傾向がすごい強いなと思うんですけど、自分の聞きたい話が全然出てこないんですね。例えば、なんだろうな、じゃあ、ポッドキャストでリスナーの数を増やす方法みたいな、ね、タイトルがあった場合、その話をしている箇所に行くまでにですね、なんか、 余分な話がいっぱいあるわけですよ。で、結局、どこでその話してたのみたいなのが結構あるんですね。ってなると、もう時間の無駄だったってなっちゃうわけですよ。だから、長いエピソードを、ね、投稿してる人ほど、やっぱその辺気をつけないといけなくて、ずっと聞いてたのに、全然役に立たなかったわってなったら意味がないわけです。で、この辺の話っていうのは、どういう話が面白くて、どういう話がつまらないのかっていうのは、もちろん、この話し方の上手さっていうところもありますよ。 どういうふうに伝えるその人のスピーカーのスキルみたいなものもあるんですけど、一番はですね、相手が興味を持っている話かってことです。例えば、自分がどんなにですね、話が上手だったとしても、全く興味のない話題だったら、つまんないと思うんですよ。いかに話し手が上手だったとしてもね。だから、やっぱり相手が興味ある、聞きたいなって思ってもらえるような情報を発信しないといけない。そのためには、やっぱこう、ね、自分の個人的なことばっかり言っててもしょうがない。 基本的にこういうパブリックな場っていうのは、大多数の人は自分のことを知らない、興味ないっていう前提で発信しないといけないわけですね。オープンな場とクローズドな場っていうのはで、クローズドな場は、全然自分の発信をしてもいいわけですよ。信頼関係もできてるしね。例えばメルマガみたいな、ああいうところっていうのはクローズドな場で、ある程度のその読者との信頼関係はできてるんで、自分の個人的な話とかをしてもね、相手は興味を持って聞いてくれることはあるんですけど、オープンな場でね、自分の個人的な話しても、あ、そうです、済むわけですね。 それが SNS とかだったらもうスクロールして飛ばせば終わりですけど、ポッドキャストっていうのはずっと聞いてないといけないから。特にこうながら作業とかで、人によってね、運転中とかに聞いてる人もいるわけですよ。運転中だと、途中で止めたくても止めれないわけですね。そうするとそのつまらないくだらない話を延々と聞かされるっていうふうになると、もうストレスでしかないわけですよ。だから、価値ではなくてストレスを与えてるわけですね。ってなるともう二度と聞いてくれないとか。で、プラスストレスを与えていて相手の時間を奪ってるってなったらね、もうこれは本当に最悪なパターンじゃないですか。 だからそこを本当に気をつけないといけなくて、このリスナーの人たちが何を求めてね、自分のチャンネル、発信を聞きに来ているのかっていうのはやっぱり意識しないといけない。で、それもただありきたりな情報じゃなくて、そういうありきたりな情報ってネット検索して簡単に見つかるんで、そんな話もしてもしょうがないわけですね。だからやっぱり、ちゃんと聞いてもらえるチャンネル、聞いてもらえないチャンネルっていうのはその辺に差があるのかなと思います。だから自分のアナリティクスを見て、みんなやっぱこう再生回数のところばっかり見ると思うんですね。何回再生されたかとか。 でも、その再生回数に対して、じゃあどれだけのエンゲージメントがあったのかって、ここもちゃんとね、比較しないといけないわけですよ。例えば再生回数100回あったけど、ね、もう半分以上の人はね、最初の、例えば2、3分で離脱してるとかだったら、それはアクセスは集まっているけど、話に価値を感じてもらえないってことだから、そこは改善の余地があるわけですね。だから単純に再生回数が多ければいいってもんじゃないです再生回数が多くても、チャンネル登録が増えないってことは、価値を感じてないわけですね。 チャンネル登録をするっていうのは価値を感じているからこそチャンネル登録をするわけであって。まあフォローですね。フォローするっていうのはもっと聞きたいと思っているからフォローするわけだって。再生回数は多いけどもフォロー数が増えないってことは結局もっと聞きたいと思ってもらえないわけですね。で、エピソード単位で分解していけば、ね、再生回数は多いけどエンゲージメントが全然高くないって言ったらもうさっさと離脱されてる。最後まで聞く価値ないやって思われちゃってるん、ね、で。それは問題なわけですよ。 再生回数を増やす方法自体は、例えばタイトルにね、ちょっとこう、魅力的でキャッチーなね、そういうフレーズとかを使えば、再生回数って伸びやすいですし、SEO 対策をしてキーワードを入れれば、再生は伸びるかもしれないですさっきの僕が言ったみたいなことが起こるわけですね。例えば、ポッドキャストでリスナーを増やす方法みたいなね、結構まあ魅力的なタイトルがあって聞いたけど、全然その話が出てこない。どこでその話をしてたのかよくわからないってなっちゃうと、なんだこれね、せっかく聞いたのに全然役に立たなかったなってやったら、こう、 信用を得るところがむしろ信用を落とすわけですね。あ、このチャンネルダメだなってなっちゃうわけです。で、それが、まあ、一回ぐらいだったらね、もう一回聞いてみようかってなるかもしれないですけど、毎回聞くたびにそんな感じだったら、もう聞くのやめたってなるんですね。だからその辺は気をつけないと。本当に僕もいろんな音声聞いてますけど、もう話があっちこっちそれてね、なんかよくわかんないみたいなチャンネルっていうのは、結局何だったんだろうみたいなことが多いんで。ってなると、まあ、こっちにとっても時間の無駄だったりするんでね。 そういうところを意識していって、もう本当に要点だけをスパンスパンスパンとね、こう、無駄のないように、まあ、過不足なく伝えていく。これがやっぱりポッドキャストでエンゲージメントを高めるコツかなと。多少横道にそれるぐらいはいいんですけど、横道にそれて戻ってこないとかね。そういったことになっちゃうともう離脱を無限になってしまうので、そのあたりはしっかりとね、気をつけて発信していく必要があるかなと。